こんにちは。こんにちは。パパです。パパ。今日は何するんですか？こんにちは。今日はシダックスの高須幸太郎選手がやっていた10秒間で何回技できるかチャレンジをパパなりに頑張ってみたいと思います。頑張ってください。はい、体操は20年以上前にやってたんですけど、一般の38歳なんですけど、の人がどれだけ今できるかチャレンジしてみます。頑張って。じゃあまずはじめに側転が10秒で何回できるかチャレンジしてみます。多分10回ぐらいだと思います。いきます。ちょっと待ってよ。よーい、スタート。終わりいかがでしたか？しんど。何回？何回やろ、数えてなかった。後で数えます。はい。次。じゃあ、逆上がり10秒チャレンジしてみます。きつっ。よし、ちょっと目が回ってるんですけど、次はバク転行ってみたいと思います。めちゃ嫌です、怖いです。何回行けそうですか？目標は分かりません、全くやってないので。なんなら本当に事故動画になるかもしれないんですけど、とりあえずやってみる。ちょっとどいてください。やって頑張ってくださいね。はい、いきます。よーい、スタート。終わりました。無理。どうですか？目回ります。俺が回ってんの、地球が回ってんの、どっち？俺しか回ってない。つい数えてなかった。最後にバク宙をやっていきたいと思います。多分死にます。数えます。はい、じゃあ行きます。よーい、スタート。10秒経過。できへん。全然できへん。はい、いいよ。ついでなんで手上がりも限界までチャレンジしたいと思います。ハンマー粉がないので砂でやりたいと思います。いや、痛いと思う。はい、頑張ります。はい、
何回数えてなかった。全部や。頑張った。お疲れ様でした。手が痛いです。これ危ないですね。はい、ありがとうございます。わかりしんね。パパ応援してくれました。はい、感想はどうでした。楽しかった。楽しかった。後でメダルをあげようと思って。本当に疲れたんですけど、なんとか頑張ってみました。また次回こういうチャレンジがあったらやってみたいと思います。現役の体操選手って改めてすごいなって。